春樹美恵第31話8月18日、真宙は父為時と娘里子の留守中に突然訪ねてきた道長を屋敷に招き入れました。アヒロ、頼みがあって参った。評判となっているかささぎ語りを読ませてほしいのだ。道長は続けます。面白ければぜひとも写本を作って、中宮の少子、自分の娘に献上したいのだ。かささぎ語りかもえてしまって、もうないのでございます。職を倒してしまいまして。たらばもう一度思い出して書いてほしい。いえ、そのつもりはありませぬ。真宙は続けます。燃えたということは残すほどのものではなかったのだと思いますので、たらば中宮様のために新しい物語を書いてくれぬか。帝のお渡りもお召しもなく、寂しく暮らしておられる中宮様をお慰めしたいのだ。でもそう簡単に新しいものを書けるものではありません。どうか考えてみてほしい。道長はそう言い残して帰っていきました。一長の正妻の子、頼通は元服の際、正後井の下の位を得ました。それを知った源明子、道長のもう一人の妻は、自分の子にも負けないくらいの高い位を与えてほしいと道長に言います。私は第五天皇の孫、北の方は宇田天皇のおひ孫、北の方様と私はただの妻と妾とは違うことは、しんがりもお分かりでしょう。ポモ子の家には世話になった。土帝殿には財もある。それがどれだけ私を後押ししてくれたかわからぬ。私には、血筋以外に何もないと仰せなので、ございますか。おご不満をあらわにする秋子に道長はいさめます。大理で子同士が競い合うようなことがあってはならないのだ。ガキ子が競う様子を見せれば、息子たちも同じ気持ちになる。気をつけろよ。道長は、とも子ともあき子ともすれ違い、安らぎを得ることができずに、代理に泊まる日が多くなっていたのでした。地上級で和歌を学ぶ会の後、妖艶な女性の茜に、真宙は、枕草子の感想を尋ねてみました。気が利いてはいるんだけれど、人肌のぬくもりがないでしょう。だから胸に食い込んでこないのよ。そう言って茜は真宙に歌を聴かせました。すごいこの歌に真宙は感じ入りました。そしてこの日、真宙は茜から枕草子の写本を借りて帰りました。今日は帰郷らしい枕草子、おかき茜は茜らしい歌を読んでいます。それならば自分も自分らしい物語を書こう。真宙はついに心を決め、道長に文を出します。中宮少子様のための物語を書くのにふさわしい良質な紙を手配してほしい。一長は百舌彦たちを引き連れて為時の屋敷まで紙を届けに来ました。これは大量の越前の紙です。これは私が以前越前の美しい紙に歌や物語を書いてみたいと言ってたことを道長様が覚えていてくださったのだわ。真宙は高価で貴重な紙を届けてくれた道長にお礼を言います。ありがとうございます。とも白い物語が書けるように精一杯努めます。道長に知らせると、早速やってきて物語を読みます。飽きずに楽しく読めたぞ。そう感想を述べる道長でしたが、真宙は不満げです。お笑いくださる道長様を拝見していて、何か違う気がいたしました。何を言っておるのかわからぬ。これで十分面白い。明るくてよい。中宮様もそう思いになるでしょうか。真宙の問いかけに言葉を濁す道長を見て、真宙は道長が嘘をついていると察しました。お前にはかなわぬな。これは帝に献上したいと思っておった。それを聞いた真宙は驚きます。枕草子を超える書物を献上することで一条天皇を
亡き亭主の呪縛から解き放ちたいのだ。道長は真宙にこう打ち明けました。しかしそれを申せばお前は私を性の道具にするのかと怒ったであろう。故に偽りを申した。すまなかった。一条天皇のことを教えて一条天皇への物語を書くと知った真宙は道長にこう頼みます。かつて代筆の仕事をしていた頃に相手をよく知らなければ良い歌は読めないということを身をもって知っていたからです。道長から話を聞いた真宙は思います。一条天皇は亡き亭主様に囚われ続けているなんて帝もまた人であるのね。心がダメだと叫んでいても体は執着してしまう。道長様のご存知のないところで帝もお苦しみだったと思います。女も人ですのよ。真宙はかつて藤原の金刀が真宙を非難した時の話をしました。黙りの試合の後のあの雨の日の出来事です。身分の低い女はダメだ、真宙は地味でつまらないと言われたが、今では真宙は公家人の屋敷で働いているのです。とは心に闇を抱えております。私も闇の中で道に迷いながら今日まで生きてまいりました。そしてこの日は美しい満月でした。真宙はふとつぶやきます。誰かが今見ている月を一緒に見ていると願いながら、俺は月を見上げてきた。みなそういう思いで月を見上げるのではないかな。一長は今にも真宙への思いが溢れ出しそうになりましたが、その思いをこらえて帰っていきました。一長が帰った後、真宙は再び物語の執筆に集中して取り組みました。昼夜を問わず思考を巡らせて書き上げました。これでダメならこの仕事はここまでにございます。どうか帝に祀ってくださいませ。道長ははじめ迷いました。出来上がった物語の内容が一条天皇の気分を損ないかねなかったからです。しかし最終的に道長は帝にその物語を献上します。読んでみようか。道長が帰った後、一条天皇は物語を手に取ります。どの帝の御代でありましたでしょうか。養護や行為が大勢お仕えしておられた中に、それほど高い身分ではありませんが、目立って帝のご寵愛をお受けになっているお方がいらっしゃいました。そのように始まる物語を、一条天皇は最初は興味もあまり持たずに読み始めました。この時代、物語は女性や子供が読むものであるという認識があったからです。しかし物語を読み進めていくと、そこには亭主と一条天皇を思わせる人物たちの姿が描かれていました。好意のことになると道理をもお亡くしになって、好意がなくなった今は今で朝の性なども怠っておしまいになるのは